そうそう。これイータリーっていう、あの日本も丸の内にありますかね。イタリアとイートを掛け合わせたあの造語なんですけど、もともとはニューヨークが一番最初にイータリー、あ、栗だ。オリーブ、こんなにいっぱいありますね。オリーブ美味しいですよね。まあ、日本料理でいう漬物に近いですかね。ちょっと違うかな。ブルートフェラーリ。パスタ、すごいパスタの種類がありますね。チーズ、うまそうですね。これ29ドル買えないな。あー、イータリーってあのラスベガスにもありますよ。と MGM グループがあのフランチャイズやってますね。とMGM グランデかな、で1階にイータリーってちょっと小さいんですけどやってます。イタリア料理がお好きな方はこういう、これうまそうだな、モッツァレラチーズが。
大体アンペラ9ドル90セント6ドル90セント結構な金額しますね。やっぱりマルガリータ6ドル90そっか。センチュリーシティにある、ウエストフィールドのイータリーはこんな感じです。もうワインももう山ほどあるし、クリスマス一色ですね。パウンドケーキが結構高いですよね。これ1個で36ドル、32ドルですかね。4000円以上ですか。5000円のケーキです。6000円のケーキ。買えない。パンナコッタ。おお。バンケットが6ドル50セント6ドル50セント。すごいですね。はい、めっちゃチョコレートが8ドル90。これ8ドル90ってことは1000円ってことですか。1200円ですね。ねえ、8ドル90。こんな感じです。どうですか、ロサンゼルスのイータリーセンチュリーモール来てください。かわいいなこれ。Thank you.